はい、皆さんこんにちは。こんにちは。銀ゴールの小池です。どうも。今日本当に銀ゴールですね。スイングひもんやからじゃないです。はい。今日は小田井俊明銀座ゴルフクリニックからお送りします。はい。で今日はですね。はい。僕たち、はい、まあ、まあ、もちろん小田井の方が飛ぶんですけど、うん、僕も55歳で、なんで300ヤード飛ぶのか。いや博士、はい、もう残念ながら、はい、あと数日で56ですよ。確かに、はい、もう56です、はい、56歳もう60が見えてきて、はい、まだ300ヤード飛ぶ秘密を、はい、今日は教えます。いやマジで博士飛ぶから、はい、ちょっとこれ聞きたいですね、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。はい、でまず今日の、うん、使うクラブ、はい、どうせまた300ヤード飛ぶとか言ってるから、うん、そうなんですね、50インチ使ってんじゃないかとか言われちゃうから、はい、今日はなんとちゃんと45、あのね 44.75 でした。 44.7、はい、ってことは多分先輩たちが使ってるアマチュアの皆さんの平均的よりも多分短いと思います。短いですね。みんな今46とかが平均5半とかですかね。5以下使ってる人あんまりいないかも。いないですね。やっぱ飛ばないんで、うん、短ければ、はい、長ければヘッドスピードが出るというのは皆さん知ってると思いますけど、うん、もう知らなかったら、はい、まあ、伸ばしてもいいですよね、はい、1インチで何ヤードが飛びますか。やっぱり7ヤードとか。そうですよね、うん、7ヤードとかでかいですよね。全然でかいです。だってワンクラブね、全然違います。短いんで打てるわけだから、あのフォローとかになるときさらに倍ぐらい違っちゃうんで。ああ。だからもし長くしてミート率が下がらないんだったら、うん、長いクラブ使っていくっていうのもいいですね。ですね。46ぐらいだったらどうですか。あんま変わらないですもんね。そうですね。あのただ先輩たちとかアマチュアの人からすると1日伸びるとちょっとこうタイミング変わってくるんで、あと体の負担もちょっと大きい、大きくなってきますね、はい、で今日は、はい、しかも、じゃあシャフトがなんか特別のなんかっていうんじゃなくて、うん、普通の S です。あ、すみません、まさかすみません、これちょっと今日ベンタスなんですけど、はい、ベンタスのね、S、あ、ちょっと待ってください、はい、60g の S、はい、まあ本当に平均的に、あの女子プロが使う平均、そう、どっちかっていうと今日は女子プロ仕様、女子プロ仕様ですね。女子プロもうちょっと長いの使うかもしれないけど、はい、まあこんなもんで、あ、はい、だから結局すごい柔らかいビヨビヨの、うん、それで長くして、うん、で言うんではないんですよね。ですね。女子プロもやっぱりそれが仕事ですから、はい、曲げたら、ね、稼げなくなってしまうの で、 で、ね、やっぱりそこを前提に考えていかなきゃいけないので、はい、曲げないクラブっていうとやっぱり飛ばすだけだったら長くして、うん、柔らかくしてってあるけど、まあ、そこはちょっと今日はその女子プロ仕様の、はい、女子プロ仕様プラスよく出てもらってる、はい、有田君とほぼ同じ、シャフトの硬さです。そう言われるんだ、有田君ね、はい、なんか飛ぶけどあのクラブが飛ぶじゃないのって言ってるけど、有田君本当にスイング良くなったんですよ。ですね、はい、まあ、いやっていうかね、みるみる良くなった。良くなってます、ね、まず42ぐらいのヘッドスピードで42ぐらいです、はいはい、でその中で、まあ、僕たちが300ヤード飛ぶっていうのがあの秘密がいろいろ教えたいと思います。はい、はい、でまずは僕たちが曲げないで打とうとした時のスイング、うん、はい、でこれはどっちかっていうと小田もそうだと思うんですけど、何しても曲がんないじゃん博士は。いや曲がんないさらに方だけど、やっぱコース行ったらほら試合になるとヘアウェイ行かなきゃいけない。確かにラフだめだから。全然ヘアウェイじゃないですか。そうすると僕はいつも考えてるのは、うん、これは五角形なんです、はい、この五角形っていうのは本当にこんなにはしないけど、うん、要するにピッてこう張らない。でこう張ることによって、うん、もしかしたらスピード出るかもしれないけど、うん、この五角形することによってグリップが体の正面からあんまり動かないんですよ。ああなるほど。こうやってるとこう寄ってきちゃったりとかするんだけど、なるべくこう胸の前に置いておく。要するにこういう状態だったら、まあ、究極杉原さんですね。杉原さんすごいですね。やっぱりこうやってイメージして、うん、手が体の正面からぶれないってことがやっぱり分からないんだよ、うん、そうするとミート率が良くなってくるんで、じゃあ43ぐらいのヘッドスピードで2とかね。さあ42の博士がままよし、はい、さあちょっとヘッドスピードだけ見てみましょう。んちょっとお、はい、ちょっとすげえ。いやいや、えピタリ42でした。でこれ距離出していいですか。はい、はい、出してください。ビヨ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 240だから42あれば、うん、240飛んじゃうってことですよ。これすごいですね、はい、
でスピンがいいですね。で、はい、で今の入り方見てもらうと、はい、1.4 度あったほとんど平行だ。でこれは前にもご紹介したけど、うん、球を曲げたくなかったら、うん、やっぱりなるべくレベルに入れるですね。それは USPGA の選手男子は曲がんね、ちょっとプラスで入るじゃないですか。はい、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 だからなんかあの、はい、ダスティン・ジョンソンみたいなパワーがあっても X ぐらいにしてんだよね、ダブル X とか。マイナスね、マイナスで、マイナスで上からちょっと入ってくる、ね、はい、でレベルに近いほどボールって曲がらないです、はい、そうするとフェースの向きも変わらないし、うん、今の入り方ももう一回テレビ通してみると、はい、もうやっぱりクラブパスが 0.6 これほぼまっすぐですね。ですね。だから、まあ、フェースアングルはちょっとこのなんだ設置とかでね、はい、変わっちゃうんで、もしだからこれ今日は飛ばす話だけど、はい、肘をちょっとこう緩ましておい て胸の前に置いておいて打ててヘッドスピードを42ぐらいで振れる人がいたら、うん、多分ほとんどの先輩たちは力あるから、うん、そのぐらいはあると思うんですよ、うん、ありますね、はい、そしたらこれだけ飛ぶってことですね、はい、じゃあ例えば今ので、うん、もうちょっとヘッドスピードないとしてないとして、はい、40ぐらい40ぐらいでも今度はちょっとこうアッパー的に使ってみます、はい、これは本当にないね、はい、まあ、30後半かもしれない、うん、39しかも、はい、球が曲がんね、そうそう、これで230ヤードですよ。あれ本当だ。で40ないから230飛ばないっていう人多いんですよ、うん、俺230いくつだから200ちょっとしか飛ばないんだよって、下手すりゃ200飛ばない時もあるんだよって言うけど、うん、今アッパーに3度打ったですね。それだけですげえやっぱりボールがちょっと、うん、効率よく飛ばせるとですね。だから10ヤードぐらいしか落ちないっていうかね、やっぱり博士曲がんないから、はい、こうやってまあでもでこういうふうにインスイングできれば、はい、ね、今みたいに3度アッパーにちょっとアッパー気味に打ったじゃないですか、はい、そうすると今度インサイドから少し強くなってくる。ああなるほど。これディープレーンでいったら、うん、もちろんアッパーに入れれば入れるほどカットになるんですけど、アウトなんだけど、これはスイングの、うん、こうティーアップしてて、うん、先輩たちはよく分かると思うんですけど、はい、昔ってほらドローを打とうとしたらちょっとこう、そうですね、アッパーにこうやってイメージできたじゃないですか、インサイドアウトで、ね、そうそうそう、でこのこれをやっていくと、はい、でもやっていかないとカットになっちゃうんで、うん、そうすると今みたいに効率よく飛ぶ、うんうんうん、でなんかね、はい、やっぱりそのボールを飛ばす三大原則で、あ、それを聞きたいって言ってました。昔よくヘッドスピード、はい、それからボールスピード、はい、からスピン量、はい、これが適正であるということがあれだったんだけど、ね、はい、あとその、何でしたっけ、スマッシュファクターですね、はい、ミートリス、ね、はい、やっぱりこれがほら、すみません、なんか適当にパンと打っても 1.45、 そうですね、だから先輩たちも 1.4 以上、はい、あれば芯に近いところに、はい、じゃあヘッドスピード39の人が、はい、今度はもし本当にカットになってしまう、はい、ほとんどのアマチュアの 80% ぐらいの人は、まあ、アウトサイドになっちゃうんですけど、はい、そうするとどのくらいになるか、あ、これぐらいのカットの感じはね、はい、見たことは見るよく、これでもね結構転がっていい球出ちゃったかな、でもやっぱり38、今ので39だけ一緒ぐらいでしょ、一緒ぐらい38でしょ、うんうん、それであートータル200いかなくなっちゃうわけ、ということはこれを言ってるわけ、40ヤードそう落ちた、落ちるし、さっきの230から言うと40ですね、スピンが3000ぐらい、そう、そうすると何が起きるかっていうと、うん、やっぱ距離がこう200だからほとんどの38の人はこうなっちゃうわけですね、はい、でもこれヘアウェイはヘアウェイっぽい、ヘアウェイ、ね、だからこれはすごいスライスに見えるけど、うん、皆さんもほとんどあんまり分かんないぐらいヘアウェイのスライスじゃないですか、でこういう時っていうのはアタックアングルが入射角度が4度ぐらい、うわ確かに、で4度までいっちゃうと、うん、今度は入り方がこういうカットになったりする、うん、なるほど、そうするとやっぱり距離が一挙に落ちてしまう、なんか俺パワーであいつに負けないのに40ヤード置いてかれんだよなっていうのは、う、要するにこういうことです、そこです、これで多分42に近いかな、41か42ぐらい、あ、それでそうすると209しか飛ばなくなってっちゃう、あー本当だ、でやっぱり共通点としては入射角度 4.1 ですね、ですね、アタックアングルが、うん、で外からやっぱり10って出てるけど、まあちょっといっぱいいますよ、うん、でも10ってこれ出るっていうと
練習場で打ってたらちょっとカットぐらいかなっていう。確かに確かに、あの9分の1だもんね。でも本当にカットに見える人ってもっとカットなんで、ね、10いくつとか。あの多分小田って俊明のお兄ちゃんはね、はい、カット30度ぐらいです。見てて怒られるよ。いや怒られない、怒られない。で今度はこの腕をこのままいつも言ってる下半身を意識して、はい、状態はそのまま、はい、いきます。うん、うわ全然これもう置きに行ってる感じ。こうやると置きに行ってるんだけど、うんうん、まあ、これだったら戦える、アマチュアの試合で。確かに。あ、44だ、はい、わあ球まっすぐで今44で、まあ、43ちょっと出ちゃったけど、うん、やっぱ260とさっき43とかで240だったでしょ。確かに。この下半身がちょっと体重移動しながら移動していくっていうのが、ね、ですね。そんなにアッパーじゃないのに、はい、アッパーじゃない、やっぱり何ですか、ボールに勢いが伝わる、はい、これが多分女子プロぐらいですね。は、うん、あ、いや、こんな飛ばないって。あの小池、あのトラックマンで260はあの女子プロ出ないです。あ、じゃあ43でこれだと、あのほら神谷そらちゃんとか、あ、飛ばし屋か、このぐらいかな43って。これが効率いいかもしれないね。うん、あ、全然いってないわ。でもやっぱり240が41で240出てる。ああですね、これぐらいですよ、女子プロの飛ばし屋で。これ今ほらシンクって見える、まあ、シンだよね。都会シンだ。そう、都会シン、うん、でこれがだから 1.49 だ。シン食わないでヒール食うと同じスピードで大体どのくらいになるか、うん、逆に難しいですよヒール。ほらシン食っちゃった。いやこれねなかなか難しいですよ。反応しちゃうのかね、うん、こういうことでしょ。先っぽ？いやいや、ヒールですよ。あ、ヒール。どうですか？うまいな。こういうことが起きるわけでしょ。あ、本当だ。どういう、これはさすがに。40.8 で、やっぱヒール食っても。やった、博士。1.4 切った。4切ったでしょ。でも 1.39 でも悪くもないんだけどね。まあ普通に考えて。普通に。いや、今度先っぽでいきましょうか。でもこれで20ヤード落ちてます。落ちた？落ちてます。いきますよ。あ、これ飛んじゃってそう。これ 先っぽですよ、うん、先のがだってヒールより飛ぶでしょ。あ、ちょっと先っぽ ねちょっと飛んじゃう。そうするとやっぱり225飛んじゃうんだ ね同じだもん、ヘッドスピード、はい、15ヤード違うわ。先輩たちが出せる、うん、やっぱ飛ぶのが絶対にあれだね、距離落ちないね。落ちない、はい、で今度上の方でいってみる、はい、すげえなそれが。わ、これ相当上だ。うん、まあでも、うん、一番上だと思うよ。これ相当上だ。上の方。あ、これもうほぼ天ぷら。まあこれはちょっと天ぷら気味になったかもしれないけど、うん、やっぱこうなると40でも200円しか出ない。しかもほら、あのミート率がね 1.31。でこれがさ、うん、下の方で打ったらどうなるかっていうと、うん、これが気味だよこれ。これだよ。あ、でもこれはキャリーは確かに出てないです。見た感じ。これ今下の方で言ってる、うん、全然キャリー出ない感じですね。40ぐらい。すんげー下だこれ。そうするとこれ大変なことが起きました。大変なことが起きた。120ヤード。うん。だからやっぱりトップって飛ばないね。飛ばないね。飛ばない。だから上下にブレるっていうのはボールが飛ばなくなるってことだね。うん、だね。やっぱね。だから女子プロっていうのはいつも常に高さが一定。うん、はい。でも先で打っても飛ぶってことだよ。確かに。だから上下がずれたりヒールに当たるってことはダメってことは、うん、やっぱり少し遠側で打つですね、はい、先の上ぐらいです今ね。これで、うん、女子プロ、女子プロ、はい、いやもっと飛んじゃってる絶対。これ飛んじゃってると思う。ほら、まあ、24ぐらいでしょ。262でも44ぐらい出るでしょ先輩たち。そうですね、多分ね、これね、博士ね、女子プロと同じヘッドスピードで博士のが飛んじゃうのは、よく博士が言うさ、はい、インパクトの衝撃ってやっぱりすごいよって。あ、女子よりやっぱりなんだかんだ握力強いじゃないですか。それあるんかね、負けてない、やっぱね、負けるもんね、真ん中のちょっと上でいつも必ずってね、見てみたいだもんね。じゃあ先輩たちの飛ばし屋の45を超えてくる人、はい、このくらい、お、
った。あ、やっぱもうボールスピードが一気に上がってくるよね。ガチャンと上がってくる。67まで来ちゃう。うん、そうするとヘッドスピードはでも6、今ので、まあボール低いけど40、うまいね。ヘッドスピード。じゃあ、あんまりアタック。そうですね。いやまだ。あ、そうかそうか。やってないです。すげえまっすぐだなでもいろいろ。じゃあもうちょい。このくらい。いろいろこれでもうちょっとヘッドスピード上げたんで、あ、これ飛んでる。46か7ぐらい、46ぐらいヘッドスピード。ちょうどいい。あ、46、200前80ですよ。やっぱさ、これだね。結局先輩たちでヘッドスピード46ぐらいの人いるわけじゃん。うん、そうすると280ぐらい飛ばせるってことだ。280だけど、はい、本当にここちょっとほら、このここがないんで、外で測った方が全然距離はもう15ぐらい飛びますね。出ます。はい、あの室内でトラックもこの室内だけどここは短いんで、ちょっとね、ギンゴールねちょっと短いんですよ。 その分出ないくなってます、うん、だけどこれが全部まっすぐだ、はい、すごい。じゃあもうちょっと、うん、いやこれもうちょっとって何やるかっていうと、うん、ここでシニア55歳でも飛ぶっていうのは56歳、あ、56歳ですもうね。55じゃないよ、まあ、今度は数字五角形を少し伸ばします。お、はい、そうするとアークがでかくなる。ああ、なるほど、はい、そして、はい、何を変えていくかというと、うん、体重の配分を、はい、今まで曲げたくないときは、うん、左からも動かさない。お、昔の渦みたいな、もうこのまま打った方が絶対曲がらない、はいはいはい、だけど今度は右に一度やっぱり乗せる。少しだから同じようにちょい巻き、そんなに振らないけどちょっと腕を伸ばして、うん、ちょっと体重移動をスッて右に持ってきますね、うん、はい、でこうやって振ると迫力違う、はい、迫力が違う。今のはヘッドスピードはあんまり変えてる感じないんですよ、うん、ないけど、ただちょっと今のアドレスを変えたことと、うん、そうするとやっぱ280超えてくる。これねもうほぼ100、あの300ですよ。うわー、綺麗だなこのクラブの。じゃあコースで、はい、ちょっとロングホールで飛ばしたいなっていう時は、じゃあ今ので、はい、手を伸びた状態から、うん、体重も一度右に乗せて左に行きました、はい、で僕が気をつけてるのは、はい、曲げたくはないんで。確かに。そう、その時に何するかというと、うん、一番怖いのヘッドが返っちゃうやつなんですよ。あ、急激に返っちゃう。それでヘッドスピード上げる時に、上げるのってもちろん前も言ったけどここのスピードが大事なんだけど、うん、実際ここなんだけど、うん、やっぱりこの先にどれだけこうヘッドエネルギーがこう、うん、スピード落ちないでいけるかっていうのが重要。なるほど。だから実際のたわみもこう当たるんだけど、うん、僕はイメージというか、やっぱりこのヘッドが早くほどけないんです。ほどけない、はい、置いておく。そのためには何するかというと、うん、右肘をちょっと内側に入れておく。ああ、そう、飛びそう。入れておくと、うん、やっぱりイメージ素振りもこうなってくるんですけど、これやった時はもう飛ばそうとしてる時は、うんうんうん、ちょっと肘内側に入れといて、うわ早い早いって力んでないもんね別に、はい、そうするとちょっとロングで、うん、今のは、はい、293。うわ、本当だ、はい、決してスマッシュが 1.50 じゃないけど、はい、やっぱり飛びますね。そうすると300、多分コースで300ぐらい絶対飛んでると思う。アッパーもね、はい、余裕で行ってますよ300。じゃあ今ので今度は今のこれと構えと体重移動、うん、で今度はちょっと曲がってみやんっつって、うん、広いからちゃんと振り切っていく、はい、博士のがむしゃら。おー、でもねブレてないよ。でもそんなに体がブレてないね。体がねブレてないってことです。いやいや、あ、でも300超えました。本当だ、これやばい。今のでボールスピードだいたい70に超えてきて、ね、そうするとここ見てもらいたいんだけど、うん、あ、これですね。これですね、はい、5.4、 やっぱアッパーになってます。マキロイぐらいですね。でもこれで下からまくったり外から来たりしないのが、うん、0で、やべ、まあ、0.0 は異常だけど、異常、はい、でミート率も、うん、まあ、1.47 で、ですね、だいたい芯ぐらい、はい、だから、うん、56歳になっても確かに60が見えてきても多分300は飛ばしたいと思いますんで。だからね、はい、みんな先輩は博士のスイングを、まあ、変な話コピーすれば絶対に
あれが良くなりますよ。あれじゃ分かんない。効率。効率、そう。絶対。効率なんですよ。やっぱり今やったのって、うん、飛ばしたいけど投げたら意味ないんで、ね、そう、ちゃんと芯を食っていくってこと。やっぱ芯食うためには、うん、その入射角度とかその入り方とかがすごい重要になってくる。リクエストなんですけど、はい、博士の今日撮ったやつスイングをスローで流してあげてください。 スローで編集で、はい、そうするとみんな真似しやすい、はい、最近俺ねボウリングやってんだけどスローが一番真似しやすい。じゃあおお、じゃあ小田ディップの最後、はい、56歳もうすぐ56歳まだもうちょっとだけどもうちょっとですけどね56歳で300ヤードを飛ぶっていうところ見せてください。はい、わかりました。じゃあ僕はあの曲がりますよ。ドラゴンスイングとかじゃないよ、普通のね、普通のあの、じゃあ行きますよ。いやもうなんかね起きってる感じがするね、見てて。この人博士に負けたよ。この人起きてて、うん、313だから。うわ右行った。普通にヘッドスピード50って。でもやっぱり、うん、大竹プロも俺と同じで 5.4 ですね。そうですね。あとインサイドから。インサイド3度でやっぱ同じような数字になってきて、はい、やっぱり当たるとこってちょっと右上だ。ああ本当だね、はい、なんとなくそんな感じですよ。ロングホールで、うん、言ってください。ロングホールドラゴンスイングとかじゃなくて、なくて曲げないで OK です。先輩たちの見本になるよ。きちっときちっとね、はい。綺麗だなーっていうか、めっちゃ軽くってんね。何これ、いやいや軽くってん。これちょっとキャリーが出ないな。いやこんだけあれ右行った。あ、やっぱり小田井プロ、はい、ボールスピード 73.8 だけど、はい、やっぱヒールでしたね。ヒールだとちょっと落ちるね、うん、やっぱり当たる場所もほらちょっと違う場所落ちる、はい、すごいな、インサイドアウトが。いや、わかるな。やっぱりね、これがね、博士と僕のあのなんつうの、フェアウェイヒット率の差なんで、僕のひどいスローもちょっと出してほしい。でもさ、普通で210を超えてくるっていうのはこのスイングで超える。体の芯の力をもうちょっと使いますかね、はい、綺麗なスイング、綺麗というか軽く打つけど体のブレは崩れないでフィニッシュは、めっちゃ綺麗なんですね。もうちょっとお腹にブッと力を入れて、おあんな軽くて76って出ちゃうの、ボールスピード。あれ右行くな。321これ多分ちょっと狙いを右にしちゃってんですよ俺。見てちゃんとほら、うん、5度アッパーで、はい、大体3度ぐらい内側から入ってきて、これがだからやっぱり飛んで曲がらないで真ん中。これ良かったですね、はい、1.49、はい、素晴らしいです。これさもうちょっとね左打たなきゃいけなかったけど、はい、いいっす。はい、今日はたまにはね、はい、あのスイング の, この細かいっていうよりも、うん、実際にそれを結果に出すためのデータですね、はい、スタッツ、これがどのぐらいでこう入ってきてるか、うん、女子プロはどのくらいか、はい、先輩たち30ヘッドスピード30代の人はこうやっていけば220-30飛ぶってこと、うん、で42-3の人でも240から50飛んでくる、うん、で、まあ200ヘッドスピード44とかなってくれば260超えてくる、はい、でしかも56歳になっても効率よく振ってあげれば、はい、体重移動とタイミングとその入射角度とかその辺ができれば300ヤード飛ぶってことですね。あの博士、はい、もう一個ね、はい、もちろんクラブも大事だけど、はい、博士のスイングのテクニックが重要ということで、はい、もう勉強して博士のスイングを、そうですね、したら距離出ますね、はい、
まあ、今日のスイングを参考にしていただいて、はい、いろんなバージョンありがとうございます。年を取っても距離はギリスで出せる。本当だよ、本当にそう思った、はいはい、じゃ皆さんも、頑張ってください。はい、では今日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタン、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。